はい皆さん毎度毎度ウィッグ用の型っていうのもあるんですよ。一 <laughs> 時は国家試験必須でしたそうなの国家試験で肩使ったのの美容業で。<laughs> 確かにねカタログで見たことあるよねウィッグ用の肩ってね今はいらなくなったので出回ってないと思います。うん値値段段の割に、ね、値段が高いからね あのカットの練習ねだいたいサロンでやる時ってウィッグそのまんまで練習するじゃないたまにね見るんでねあのどっかバイクで走っててさここの地カットの練習してるっつんでさ空中斬りやってんだよ結局ね。<laughs> まあ見ててね修行にはなると思うけど生きた練習だとは思えないよね。まあ、そのの空中りりね、まあ、サイドなんかは、まあ、前下がりのボブ 特に右側を切るなだから後ろなんかはねだいたい肩があったり背中があったり首があったりするからだいたい手はホールドできるよねじゃあレイヤーとかねまあ他の部分は空中斬りじゃねえかとでもその空中斬りしてる部分ってのは多少数ミリ狂るってもわからないわけウィッグでね空中斬りで左右を合わせるのはまだ簡単だよね,人間の場合はね まず肩にねあの髪の毛を持つね手が当たってまあ邪魔でね左右対称の位置で切りにくいんだよね。まあこれに関してはウィッグの方が切りやすいか。まあ、人間はねだから背中がある方が手をホールドしやすく切りやすいよね。ウィッグはま、ね、っすぐ ウィッグの、ね、背中の切り方ねバックラインの切り方とね人間の背中の切り方ねバックの切り方ね、まあ、ちょっと指の使い方が違うってことだよねあとウィッグの、ね、空中切りで、ね、やっぱり手が疲れてまっすぐに切ろうっていう意識が強くなるじゃない空中だから手をホールドしてまあということはウィッグで空中切りをまっすぐ切る練習っていうのも必要ってことかな あウィッグよりね、ね結局人間の方が最後難しくなるんだよ、ね、いかなる状況でもね、カットできないとねやっぱり空中切りねだからノーテンションで肘をまあ半固定だね手首は比較的固定だねで肩で長さを決めるような感じかそんでそっと毛束を挟んで、まあ、そーっと切るとこれはちょっと後でウィッグでやってみないとまあ自分もちょっとわかんないね 人間の場合は背中蹴るときっていうのは手を自分に都合よくちょっと回転させないとダメだよね切れないよねまあそこがちょっと違うぐらいかああちょっとあの昨のの動画の何かしら変更しよう <laughs> タイトルかなんか都合よく <laughs>、うん、はいお,お疲れ様でした。